石田方も西国の調略を進めておるようだが、部があるのは吉川、小早川を調略したこちら。ウィリアム、大阪は華やかな町、お主にぜひ見せたいと思っておった。帝のおわす京にも近い。ついに大阪で家康様にお目通りが叶うぞ。手を上げ。霊が見え怪異を切るというのはまことか。君子怪力乱心を語らずじゃ。花からそのようなことを口にする者に信を受けようか。 This one has absolutely no power. Anzo.You seriously follow this pretentious little prick? 何を言うておる？トリー殿、その者は影武者だと言うておりまする。こやつは、もっと名護を話しておったであろう。それに半蔵、そこもとが事前に話しておったのではないか。何がおかしいんじゃ。まあまあ、トリー殿、半蔵殿の推挙もあることですし、全く口頭無形と切って捨てるもいかがなものかと。拙者に一思案あり申す。何でも敗戦の際、高名な茶器と爆死したとか。茶器と神獣とはさも表下たやつよの。容赦なく女子供にまで手を出しかねぬ。一刻も早く地下の穴蔵に潜ませねば。どうか殿、この城をお守りください。この意図を伝えば下のお宝が。謎を渡してなるものか。この命に代えても拙者が思っていた。この戦、我らにもはや勝ち目はない。茶器一つで加盟がつながるのならば、信長に譲り渡せばよいもの。あの偏屈じじいめ、信長様の度重なる恩情を封印にしおるとは。一族老頭、おなごともども皆殺しにされても構わぬというのか。
罠に誠の者の価値は分かるまい。主の誠実たる才能、それが引き金となってこの地に魔性の誕生を生んだか、あるいは引き寄せたか。わしと同じものが見えながら、ウヌの目に映るはただの破局。雲が誠の美しさを知るはわしの他にあらず。信長よ、ただの箔としてウヌにこれを渡すわけにはいかぬのよ。道中はほぼ織田が手に落ちたか。平雲よ、共に死での火花を咲かせ、地獄巡りと参ろうぞ。主も見える口か。平雲の茶釜、久方ぶりよ。一服立てて死んぜよ。茶もわからぬか。まあよい、お主に興が湧いたわ。この茶室好きに使うがよい。主君を殺め、将軍を殺め、大仏を焼き、山岳を成したと信長に言わしめたこのわしが、主ごときに見えると思うたか。
わしのことは男女とでも呼ぶがよい。